豆を殻から剥くところをやっています。これをやっていて本当になんか自然ってよくできているなと思ったので、ちょっとビデオに撮ることにしました。これを袋の中に、米袋なんかの袋の中に入れて、そしてちょっと待機やると、ほら見事に豆が中から弾けて綺麗に出てくれるんですよ。それで、まあ、なんでこんなことが可能かっていうと、まあ、見ての通りこの殻が枝についたまま離れないっていうね。あ、まあ普通の別に感動しないかもしれませんけど、自分はすごく感動しました。いや、自然って本当うまくできてるなと思って、これあのやってみたらわかると思うんですけど、これ豆を一つ一つ手で剥いてたらめっちゃ時間かかりますけど、さっきみたいにバシバシバシって叩けば綺麗にこうやって出来上がるんで、作業も早いしね。自然って本当にうまくできてますよね。いやー、感動しましたという話でした。はい、できました。こうじっくり見ると虫に食われたり綺麗じゃなかったりっていうのもありますけど、これも個性だよね。こうやってね、自分一つ一つ手作りしてると、あのスーパーに並んでいるあれが本当に安く思えるというか、うん、まあ別に自分作ったらこんだけ、まあ、綺麗じゃなくてもこんだけ手間暇かかって愛情込めたんだから、もう何食べても美味しいやっていう気持ちになります。まあ、少々虫が食っててもね、食べれるかなっていう気になるし、これをまた選別する作業と効率と時間とかを、まあ、考えると、うん、まあいっかっていう気にもなったりして、どんどんタフになっていく毎日です。それでもこうやって自分で農作物を作る良さっていうのは、さっきも見ていただいたようなこう豆をはぜるあのテクニックが身についたりですとかね、あとは自分で作ったものを、まあ、自分が食べるものを自分の責任を持って作るっていうエゴが満たされるというか、まあ、生きてるなってそんな感じがします。自分が食べるものは自分で作ろう、そんな時代がきっと来ると思います。